そうなんやと思うよな。ラーメンも頼みました。後で冷麺食べようと思ったのに、バウンドして、イエーイ。ごきげんよう、山口あゆきです。今日は焼肉を食べたいと思います。あゆきの時代が来ました。焼肉をたんまり今日は食べていい日ということで、今日は焼肉をいっぱい食べていきたいと思います。それではレッツゴー。 Oh my god、 珍しいでしょ、黒ハイボールです。キムチプレゼントやってる。キムチが無料できました。レバーやね、レバー食べたい。じゃあ、乾杯。これも美味しい。美味しい、美味しい。さあ、花見をつくしました。はい、ありがとうございます。こちらなんですけど、最初に断面きれいにある方を下にして立てる感じで5分ほど焼いていただいて、はい、その後お肉の面倒して転がしながらもう5分ほど焼いていただけたらと思います。断面先ですよね。先に、はい、立てて、はい、立てる裏もですか。こっちは大丈夫です。あるで、大体けどまあいいよ。芽ネギこれぐらいの大きさ、かわいい。今度食べてください。よし、じゃあいただきます。キムチ食べよう。キムチパカリ。うん、うまい。酸っぱうま。アイクも焼くで。あ、なんか下が丸みがあれ開いてるから気をつけなあかんな。焼肉が一番最高ですね。ありがとうございます。あかんかんかん、これはあかん。これは非常にあかんです。これはやばい。転がせ、ワンちゃん、転がそう。5分、ゆでてやけ、何やねんな。5分か、ごめん。何すんだよ。ちょっと切れる。使うなよ。はーい。使いません。かかってんのか。かかってはないけど、大体。大体な。コロコロしてもういけんじゃん。ネギネギはあんまり焼きすぎたら食べちゃう。コロコロして食べようかな。な、もういけると思う。これつけて、うん、ポン酢つけてって。甘い。ネギ焼きめっちゃ好きやね。でもあの寿司屋さんとか行ったらさ、芽ネギ絶対頼む。あったら分かる。おいしそう。いただきます。待って、尋常じゃないぐらいおいしいやん。どういうことやねん。これはそう、うん、こっちやで、こっちやで。頼んどこ。からげもいっちゃおう。うわうわうわ、転がって、うまい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 、
ぐらいの火力が一番いいよな。私らは結構火力の強いタイプなんですよ。そんなにね、ゆっくりゆっくり焼かない、うん、一気に焼いてしまう。火弱くさん弱くしてます。まあ、そういう時もありますよ。火を弱くする時もある。臨機応変にね、何でもやっていきましょう。でかない、それ。あ、それやばい。あ、ほら、何してくれてんねん。転がすだけや言うたよ。ほんまに まあまあいいじゃないですか。気をつけな。めっちゃ素手でやってるやん。もういけんじゃん。また冷たい。まあなんかそういうもんじゃん。食べちゃいます。お箸何つけて食べたん。風味とマルシンっていうのを頼んでみます。はい、お願いします。いただきます。熱っ。ネギがめっちゃ豊富。ネギ豊富。ネギ焼き、このごま油につけて食べます。じゃあ行きますね、先に。うわ、美味しそう。もう匂いが美味しそう。レバー、炙りレバーです。いただきます。いい焼き加減やったやろ。調子いいな。もっと頼もうか。いや、もう焼き肉やっぱ幸せやな。今日はちょっといつもと違う感じ。違う感じで行こう。あ、今日も酸っぱいけど美味しいな。合うな。おっ、うん、酸っぱい。炙ってるけど一応。わー、おいしい。ごま油が美味しい。あの、レバーも美味しい。肉がうまいやろ。でも肉も美味しいよ。ごま油が美味しい。じゃあ、肉も美味しいんだけど。どうですか、ユッケは。ユッケはどうですか。ご飯美味しい。ご飯美味しい。します。厚切りトロタンジャンでございます。ちょっとこれ、掃除するわ、ここ。ちょっとネギゾーンにしてね。いいっすか、焼いて。いいっすよ。うわ、でもいいやつ真ん中から先行こうか。これなんでなん、ネギをもうちょっとつけよう。あ、ネギ後、あ、そうか、ネギ後からかな思って。まあ、いいけどな。
でもこっちこっちしよう、こっち。え？真ん中から行こう。上からしたらさ、うん、あ、こうやってさ、ね、上から乗せるね、後で。あ、乗せる系ね。うん、気をつけて、腹切ったよ。こうやってもらう。うん、乗せようか、うん、ありがとう。これ何乗せるときは逆にするの、ワンゲーム。あ、なるほどね。よし、こう、こういうの、今でもそんな乗せられてもな。ありがとう、乗せてくれてるのは嬉しいんだけどな。知らなかった。うん、ひっくり返されへんや、やっぱ超えちゃうよ。最初、一旦ごめんやけど、投げるわ。せっかくやってくれたけど。逆でやんねんって、ほら。あ、そうか、逆か。これな、怖いな。オッケーオッケー、ほんまや、逆や。自分のは自分で育てよう。うん、今日はゆっくり。そうやな、ゆっくり行こう。上品に行こう。そうやな、大人な感じで行こう、うん。まだ早いかな。まだ早い。ゆっくり行こう言うてる。そうやな。落ち着いてくれてくれへんか。はい。白飛びしてる。白飛びしてるわ。もう早いけど、もう待てないんで行きます。そう。ほんま。ほら、これぐらいがちょうどいいね、最近は。さっきリア派やからな、逆向けて。いやいや、それでもちょっと、もうちょっと中なんか。もう分かってるけど。上に乗ったよね。そういうタイプです。これもうちょっと行くから。はい。ちょっとこの間にな、この分かる割れ目に全部入れる。入れすぎたら、残り、残りなくちゃうじゃん。いっぱい下にある。あ、これ。ちょっと、それやめる？うん、それやめよう。これ逆のまんまさ、ここ置いたらもう全部、机に行くな。これこっちに、うん、食べもらっていい？いいよ、もちろん。食べ食べ。これな、トング使うやん。食べるときは箸で取らなあかんらしいです。焼肉の常識らしいです。トングでやったら、トングのこの生肉の菌がつくらしいから、こうやって渡したらあかんらしい。トングで、焼けたら、お箸でやるらしい。もう一個箸、箸でしょかな、自分の箸。そうやな。意外の箸やろ。そう、でもまあ。そういうの、どこの焼肉行っても用意されてないから。だから自分の分は自分で育てる。勝手に誰かが決めた。個人ルールを人に共有してるだけの話なんじゃない。なんか分からんけど、ちょっと面倒くさいな。いやいや、分からんけど、まあ好きな用意されてんやったらさ、あ、そうなんやと思うよな。思うわ。ワッシャイ。誰に言われたまでだったの？え、なんか常識やで、焼肉屋の。普通はみたいな謎なことが多い。人に悩んだ。あかん。お、美味しいな。どう？いけると思う。いけると思う。いただきまーす。うん、じゃあ、そう。これも。やばい。かわいい。まあ俺、結構いろいろ食ってみたからな、そんなに別にやるんだけど、世界で一番前。それしか言えない。びっくりした。びっくりしたな、やばいな。さっきネギトマこうやって。めっちゃいいな、これ。ネギトマ。大優勝。怖い怖い怖い。太る太る。こんな美味しい焼肉を食べたら。あ、でも上にネギ美味しそう。ナムル盛り合わせとかもしあるやつ頼んで。あ、分かった、ありがとう。どこにあんねや。ご飯あった。どうするご飯？ご飯。ショー。ショーにする。ショーにする。わ、誰にしようかな。やばいな、全部めっちゃ柔らかい。なんでさ、そうやってつけたりとか消したりするの？何が起こるかわからんのにさ、こうやってついてるのさ。いや、なんか充電切れるな、思って。それどうなの？充電切れる。失礼いたします。ご飯チューです。はい。はい、あ、うん、辛め。
我らの花見。こっからがっつり行く時間。うん、しっかりやな。無双だねなんやね。がっつり行きます。タメも頼みました。後で冷麺食べようと思ったのに。カロリーオーバー。うわ、めっちゃレモン入ってる。見て、1,2,3,4 個も入ってるレモン。やったー。で、揺れてる。皿揺れてる。だってさ、こんなカメラ回ってる時だと面白いこと言えるわけないやん。そうやな、確かに言えてる。じゃーん。美味しいな、全部美味しい。そう、食べよ。こんな、それをこねて持ってきてくれる。小分けに取るちゃうのに。見えるくらいか、だって一緒やん。いや、全然見えないけど下品に映るやんっていう話で、この子こんなやつ食べてんのって。うさ、酸っぱ、うまい。うん、あ、米って、ここ米って書いてんもんな。めっちゃ美味しい。うまい。やべ、食べれるか。うわ、美味しそう。美味しい。美味しそう。花見好きやもんないけどな。これ早くの好きな花見やろ。うん。多分わかなんか食べてないけど。バウンドして。うん。肉肉しい感じな。お腹すかすいてよかったな。これがササンカ、これがマルシン。美味しそうじゃん。ドアップルドロ、ドアップルドります。行く？あ、買い合っていい？これは別に気にならんの？気にならん。そんな気にせん。食べたら一緒。新しいホルモンでございます。こちら白いホルモン。ホルモンを塩に漬け込んでるそうで。斬新やな。それポコチューの味噌の方が美味しいな。ホルモンも美味しい。あ、そう。あれ、こうなったら新しいの。すいません。こっちのタレを持っておきます。はい、持ってきます。ベイベー。はい。美味しいわ。肉美味しいな。うわ、これは絶対美味しい。うま。うん。おいしい。普通のタレでも美味しい。普通のタレでも美味しいかも。あ、めっちゃ美味しい。その芽ネギ使ってるところがまたいいな。これも焼いてください。うん、お願いします。ずっと
しそう。美味しそう。いただきます。とけるな。とろけるわ。これできてんの？はい、これは、今度これつけんで。あ、ホルモンだ。うん、OK。マルシ。うわ、美味しそう。よかった。うまっ。タレにこだわってるからいろんなタレが出てきてるけど、そうか。こういうちょっとな、肉肉しいやつ、油が少ないやつはあんまり入れたらあかん。レアでいきます。この肉がめっちゃいい味がするわ。めっちゃ美味しい。これどうなんやろうな。これを食べてちゃんと味があるんかどうか、それはちょっと。あ、すがってみました。プリプリ。美味しそう。あ、なしって感じ。スープの中でね。ずっと噛んどこうかなと思ったけどやめた。ごめんなさい。美味しかった。あとは冷麺で完成や。すぐかけたら。いただきます。うん、美味しいよ。美味しい。すごい、あの弾力があって、味も塩味がすごく鼻に抜けて、すごく踊り出したくなる。美味しかったです。お腹いっぱいです。ごちそうさまでした。これええやん。なんかやらそうね。
こに来ました。結構食べたよな。食べた。な、美味しかったです。はあ、焼肉はやっぱり美味しいですね。なんてパン食べたいな。アイスクリーム、アイスクリームも食べたいし、パンも食べたいんだけどパンや。なんか一回スイッチ入ったらさ、もういくらでも食べれるよな。かわいいなかわいいな。パンはな、結局な、食べへんくなっちゃうし、太るし。小麦系は雨降ってるやん、まだ。あー、ということで、ふぅ、雨降ってる最悪なんですけど、こっちで最悪ですわ。雨降ってるけど、撮り続ける早き。人工芝はこういうことやろ。そういうことやな。でもこんなんええやつだよ、うん、もうちょっと。ということで、今日も見てくれてありがとうございます。山口あゆきでした。食べた後、明るいってええな。そうやねんな、もう夜な感じがあんまないもんな、うん。